スパルサートラの戦いは、1247年に、遠視セーピング近郊スパルサートラで発生した、スウェーデン王エリク11世とホルムイエルクヌートソン、率いる反乱軍の戦闘。スウェーデン史上で史料の少ない時期であり、戦闘の詳細は、不明瞭である。戦士時代から、ウップランドのスウェーデン人は、スウェーデン王を選挙により選出していた。 この王に対して、スウェーデン人は納税の形でなく、兵役や船の供出によって従っていた。王権の基盤を安定させるべく、エリク11世は、霊グ癖の廃止と貨幣による、課税制度の導入を試みたこと、そして十分の一時税を要求する教会への反発が、反乱の要因となったと考えられている。ベステルイエートランドのイエート人は12世紀後半から10分の、 一税を支払い始めるなど自治を行っていた。家へと人が霊団癖に組み込まれていた時期があるかどうかは不明だが彼らは早い段階で租税制度を受け入れている。また1247年という年代の前後にはスウェーデンのヤール職がウルフホースからビル・イエル・ヤールに移行している。さらにはかつてエリク十一世を追放して一時期スウェーデン王の座にあった。 クヌート2世の息子であるホルムイエル・クヌートソンが成長し、王位請求の意思を見せ始める時期も重なった。ウルフ・ホースが反乱勃発の前に死んだとすれば、それはエリク11世に近いビル・イエルにとっては、王位請求者ホルムイエルとウップランドの反抗勢力を一掃する後期と見えたはずである。スパルサートラ協会、スパルサートラはエンシェーピングの北に位置する。伝承によれば、 戦闘は、スパルサートラ教会の西の停止地で行われたというが、ホルムイエル軍は数キロメートル東方のレネに野営しており、そこで野戦築城を行った可能性もある。スパルサートラの戦いは、中部スウェーデンにおける最初の重機兵が参加した戦いと位置づけることができる。国王軍の熟練した重機兵は、ホルムイエル軍の長母兵を打ち破った。 14世紀のセーデルマンランドポーには、反乱軍に徴収された、農民兵は、剣や投げ槍、槍などを持ちヘルメットを装備していたと記されている。しかし実際のところ、大多数の装備は、剣や斧くらいのものだったと考えられる。同時代の物語であるスヌリストルルソンの王の佐賀には、石で戦う戦士の描写が散見される。戦後、ホルムイエルは、 北方のイエストリークランドへ逃れたが、間もなく、捕らえられ斬首された。エリクの年代記によれば、エリク11世は、当時の監修に従ってホルムイエルらの葬儀に参加し、かつての敵を称えた。敗れた、ウップランド人の中には、ホルムイエルを非公式ながら、成人とする運動が生まれ、彼の死の数年後には、ホルムイエルの名のついた奇跡がデンマークにまで伝えられたという。 同じ1247年、強皇特使のモデナのビルヘルムが混乱の小さいエステルイエートランドを訪れビルイエルヤールと会見している。彼が帰国して報告したところによればビルイエルはビルヘルムに構想の調停を依頼しており、また1248年3月の報告によれば停戦の合意が成立していたという。これはシェニングで行われた スウェーデン全土を正式にカトリックの元に統合する会議のことを指していると思われる。ウップランド人は他のスウェーデンの地域と同様の納税を余儀なくされ、レーダング制は消滅に向かった。シグトゥーナの年代記に記されている新しい税制は後にウップランド法にも記載された。この安定した税収により、スウェーデン王は重規兵の軍団を整備して強圧的な統治の 確率に成功した。この数十年後、マグノス3世が一部の戦士階級への税を免除したことで中世スウェーデンにおける貴族階級が発生した。彼らは騎士に完全装備を施せるだけの富を手に入れ、スウェーデン軍の中枢を担うようになった。この戦いの結果は、アイスランドやデンマークの年代期には悪名高いものとして語られる一方、スウェーデンでは、 伝説として17世紀まで語り継がれた。ウップランド人は周辺の人々に功能を要求し収奪する立場から逆に王に功能する存在になった。ありがとうございます。